い、皆さん毎度毎度、はい、美容師さんね、刈り上げが下手な人多いよね、自分もひっくるめてね、はい、刈り上げの考え方っていうかコツね、まず7インチシザーを使うことね。やっぱベテランの床屋の先生だと8インチを使うっつうの、まあ、男性のね、美容師さんだったら腕力があるからある程度ね、8インチでもできるけど、女性の美容師さんだよね、力出さないで切る方、まあ、そういう方にね、7インチは使えと言ってもね、てこと輪軸でね、どうしてもね、刃先の力が弱くなってさ、力がいるんだよね。根元付近はそんな軽く切れんだけどね、女性の床屋さんでもね、使える人はね、7インチ使えるかもしれないけどね、やっぱり女性の美容師さんだとね、7インチ力がなくて使えない場合が多いよね。で、7インチせっかく買ったのにね、なんか疲れるから嫌だっつんで使わなくなってしまう。したらもう6インチでやるしかないよね。まあおごって 6.5 インチとかね。あと刈り上げもさ、動画で見るとさ、手の速い先生がパサ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 とさ、あのここぞとばかりにさ、あの作業興奮全開でさ、鮮やかな手さばきで切ってるけど、あれは真似すべきじゃないと思うよね、女性美容師さんは。もうちょっとゆっくり丁寧に、もちろん男性美容師もそうだけどね、まあ、ゆっくり丁寧に同じところを2回切るようなつもり、正確に言ったら同じところを3回切るようなつもりで切った方がいいんじゃないかなと。これ自分もあまり得意じゃないんだけどね、まあ、床屋の先生がこういうの聞いたらね、なんていうか知んないけど、まあ、美容師は美容師なりにね、まあ、工夫してやるしかないんだけどね。今こうやって話してて思いついたのがさ、床屋さんが意外とあの小刃を立てて研ぐんだよね。で、美容室の場合我々は小刃をつけないで、刃の付け方にカミソリのように研ぐんだよね。個人的な考えだけど、美容師のシザーは刃と刃が擦れ合わないように裏側を微妙に逃げてカミソリ状態にして研ぐんだよね。床屋さんの場合は小刃を立てて、どちらかと言ったら立ちバサミ、擦り合わせて切るようなハサミにするっていうので、切った感じ、我々っていうか自分が研いだハサミはあの毛先に行くに従って毛が逃げるんだよね、外へ外へね、刃先の方へ。だから軽い切削抵抗で切れるのよ。で、床屋さんのは小刃を立ててから立てて擦り合わせてさ、毛が逃げないように切ってるっての、まあ、かなり力がいるんだと思うんだよね。だけど床屋さんの方はね、腕っぷし強い人が多いからね、そんなの気にしないでザク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 擦り合わせながら髪の毛を逃がさないで切っててしまってので、我々がやるとね、あのコームでね、すくってさ、毛切るじゃないですか、毛先の方が逃げてくるんだよね。だから毛先の方が長く残ってしまうっつうの。もしかしたらその理論だとしたら、自分が今まで言ってきたさ、シザーの研ぎ方、これは自分の研ぎ方は全てが正解であるなと思ってたけど、いや、これちょっと訂正するようになるよね。理髪店には理髪の研ぎ方、美容室には美容の研ぎ方があるっつうの。これはもう女性が使うからと男性が使うからの違いだと思うんだよね。まあでもね、自分も7インチのね、床屋さん用のシザー買ったけど、やっぱり美容用には研がれてたよね。まあそういうこと考えると、やっぱ床屋さんっていうのは腕力のある人が多いからね、だから簡単に小刃を立てて、あとは力任せに切ってしまうっていうので、しかも毛が逃げなきゃ OK みたいなね。で、美容の場合はやっぱり力がないからね、本当にカミソリ状態で長い毛を切った時ね、多少毛先が逃げてもね、もう一回切ればいいだけの問題だからね、あんまりね、深追いして切らないようにはしてるよね。はい、お疲れ様でした。